2018年7月スイスの旅。7月21日、スイスグリンデルワルトよりドイツローテンブルクへ。グリンデルワルトよりレンタカーで278キロ3時間30分、フィリスール。フィリスールよりレンタカーで378キロ4時間、ローテンブルク。グリンデルワルトより48キロ、ルンゲラー湖展望台です。標高689メートル、ベレン州へ結ぶブリュニック峠の手前にあるエメラルドグリーンの三条湖。絶景ルート。ルッツェルン・インターラーケン・エクスプレスが湖の横を走り抜けます。スイスの誇る世界遺産アルブラセンのランドバッサー橋、1901年に建設されました。絶景ルートレイティッシュ鉄道アルブラセンの最も有名な橋です。トンネルを出ると絶壁で、トンネルの出口が直接ランドバッサー橋につながっています。長さ142メートル、高さ65メートル、5つの橋脚とアーチが美しい石造りの高架橋です。パノラマ展望列車ベルニナ特急と氷河特急のハイライトの一つです。スイスフィリスールより375キロ4時間ドイツローテンブルクへ。18時30分ローテンブルク着。中世の街並みが美しいローテンブルク。多数あるドイツの観光地の中、人気随一の観光地です。グリンデルワルトお別れの朝。早朝5時52分、メッテンベルク、クラインフェッシャーホルン。アイガー、3970メートル。早朝6時6分、雲が切れ、アイガーの全容が見えました。ミッテルレギ寮です。6時20分、7時28分、アイガーとお別れ。8時、グリンデルワルトを出発。チュッゲンとスキーワールドカップのゲレンデ、ラウバーホルンとお別れです。グリンデルワルト通りを西に進んでいます。8時20分、インターラーケンの南4キロ、ビューダースビル。シーニゲンプラッテ鉄道の登山電車です。
インターラーケンは海抜600メートルの沖積平野です。ベルンと古賀峠を結ぶ国道6号線です。8時36分、ライヘンバッハの滝。落差250メートル、幅90メートルの滝です。滝はシャーロック・ホームズの小説に登場します。シャーロック・ホームズが小説最後の事件で宿敵モリアーティ教授と相打ちになって滝壺に落ち死んだ場所です。8時41分、国道4号線に入りました。8時48分、ルンゲラー湖展望台です。グリンデルワルトより48キロ、ルンゲラー湖です。標高689メートル、ベルン州へ結ぶウリューニッヒ峠の手前にあるエメラルドグリーンの三条湖です。9時12分、スイスのほぼ中央、アルプナッハ・シュータット。ピラトゥース山、標高2073メートルの登山電車です。世界最急勾配のラックレール鉄道です。最大傾斜は480パーミル。日本で唯一のラックレール鉄道、大井川鉄道井川線は90パーミル。なんと5倍強の急傾斜です。ピラトゥース山には太古の昔、竜が住んでいたという伝説があります。山頂にはホテルピラトゥースクルーム、英国のビクトリア女王やスペインのカルロス王など、王侯貴族や著名人はじめ多くの観光客が訪れた観光名所です。ハイキングコースが多数整備されており、山の中腹に広がる草原や湿地帯に約900種類の植物が自生しており、豊富な高山植物が見られます。9時28分、ルッツェルン。高速14号線です。グリンデルワルトから167キロ、ランドバッサー橋まで108キロ。10時43分、高速3号線を南東に進んでいます。北東アルプス北端の山脈、2000メートル級の山脈です。サン・カンス城、スイスの歴史的重要文化財です。13世紀ベルデンベルク・ザルガンス伯爵の居城だそうです。グリンデルワルトから232キロ、ランドバッサー橋まで43キロ。ローマットのバプテスト聖ヨハネ教会。スイスの歴史的重要文化財です。
川は大河ライン川です。グリンデウアルトから247キロランドバッサー橋まで28キロ、11時23分高速13号線を南下しています。11時40分、ランドバッサー橋の村、フィリスール近くです。11時44分、ランドバッサー橋が見えました。フィリスールが見えました。12時、ランドバッサー橋の村、フィリスール。レーテッシュ鉄道アルブラ線フィリスール駅。人口わずか400人の山村に氷河特急が停車します。村の標高は1032メートル。ベルニナ特急も停車します。世界遺産に登録されているレーテッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナエクスプレスとグレーシアエクスプレスともにパノラマ展望列車です。停車中のグレーシアエクスプレス、12時15分ランドバッサー橋のトレイルヘッドに移動。12時18分、ランドバッサー橋へ1キロ30分。標高差100メートルほどのきつい登りです。時折の霧雨の中、80歳にはきつい登りでした。世界遺産の写真を撮りたい一心で頑張りました。12時32分ランドバッサー橋の隣の橋の下に到着。橋の下をくぐり、線路脇を残り40メートルほどの上り、12時47分、知る人ぞ知るランドバッサー橋の展望台です。13時2分、ベルニナ特急です。谷はランドバッサー峡谷。橋の長さは136メートル、高さは65メートル。橋は
1901年から1903年にかけて建設されました。雨なので撮影を中止、下山することにし、橋の下まで戻りました。でも家内曰く、電車のお尻ではなく機関車を撮りたいと、せっかく苦労してここまで来たのにと、7年越しの夢が叶ったのにと、最愛雨は小降りに展望台に戻りました。13時40分、世界遺産に登録されている冷徹鉄道アルブラ線の最も有名な橋です。ベルリナ特急と氷河特急、パノラマ展望列車ルートのハイライトの一つです。おじさんはプロの写真家でした。14時3分、フィリスウル駅を出ると列車はトンネルを通過、出口は絶壁で直接ランドバッサー橋につながっています。橋は1901年から1903年にかけて建設されました。半径100メートルのカーブを描き、5つの橋脚とアーチが美しい石造りの高架橋です。素材は石灰岩で、5つの20メートルの景観からなっています。アルブラ線の建設は1898年に始まり、55の橋と39のトンネルが建設されました。中でもランドバッサー渓谷は最も越えるのが難しい地点だったそうです。14時10分、14時20分下山。行きはよいよい、帰りは怖い。お掃除しながら通りゃんせ。最後にもう一枚。フィリスウルよりレンタカーで378キロ4時間ローテンブルクへ。15時19分、アルプスのど真ん中、13号線を北に進んでいます。15時23分、村はレチュンス、人口は1000人ほど。15時47分、E43 高速、13号線です。マイエンフェルト近く。ドイツを流れるタイガ、ライン川が削った渓谷です。源流域は西に90キロ、スイスのトーマ湖です。15時50分、アルプスの少女ハイジの舞台となった村、マイエンフェルトです。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの。
スイスフィリスールより375キロ4時間ドイツローテンブルクへ。ドイツローテンブルクです。18時31分ローテンブルクガルゲンガッセです。18時35分、3連泊の宿、アクスエントホテル、シュランネ。